前回のカズクラアップデート後のすげーブロックといえばやっぱりそうトロのブロックなんだ。あれですげーおしゃれな建築ができるらしい。というわけでそこまでの道作りだ。丁寧に丁寧にネザーに道を作っていく。途中危険なシーンもあったけどなんとか完成することができた。さて今日は泥祭り。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。今日は泥祭りやってきたということで、なんと泥取り放題です。おめでとうございます。で、泥取り放題した後何するのかというと、こうやってアーブロック作ってこう並べていくという、ここの鉄道を完成させるのが目標なんでございます。わ、いいじゃん。あ、やっぱいいなこれ泥。うわー、まだまだ麦が足んねえぜ多分。というわけで頑張っていきますか。で、シュウさん、あ、成長期来てますね。カズさん、やべえよ、100キロ超えちまったよと思うよね。カズクラも一歩手前まで行ってよ、95キロ。重かったわ。お腹でかかったな、やばいと思ったな。頑張ろうな一緒に。さあ、というわけで今日は泥祭り行きましょう。まだ繋がってないとこもいっぱいあった。やべ、豚さんもいる。ほら、お前の子供は行って。それ豚いすぎだろこれ。お前のお母さん肉になっちまったぞ。逃げろ。逃げ。向かってくる。お前も危ねえ。ちょ、定期的に向かってくるんじゃありません。定期的に。こういうのちゃんと回収とかしとかんとね。どんどんなくす一方だからねこれ。はい、回収いたしました。えらい。 OK。 あれや、えい、あち、やばい。この子供たちは戦い合う運命なのか。お母さんを肉にしちゃったけど、お前、子供までも手にかけて、こんな恐ろしいことはできないよ。さあね、今日は泥掘り祭ということでね、掘っていきましょう。さあ、やってきました。泥掘り祭です。こちらをいろいろとやっていくということで、木々も邪魔だなこれ。燃やしちゃえ。取りづらいやつは燃やしちゃえ。いらんもんは燃やしちゃえということでね。はい、ここら辺すっきりとね、いけるように。あの木があるとね、あのリプレイモッドで見た時にちょっと見えづらいので、はい、もうやっちゃえと、燃やしてしまえばいいとね、いうことでね、いきたいなと思います。はい、あ、もう燃やしちゃいましょう。ボーって、ボースはね、ボボボボボボボですね。ボボボボボボボ、ちゃんと木材はね多少いただいてきますんで、まずはここら辺からねやっていきましょうか。ちょっと高いところにねこの木材が生えてらっしゃるね、生えてらっしゃるんですけど、もうこれ以上高いともうようわからんので、はいはい、ボボ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 ですね。ボボボボ、はいはい、ボボ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 。あ、燃やして。教育上どうかわからんけどね。あとここでは良質な鶴もねこれ手に入りますので、はい、ちゃんと木材、ほら思ったより火の回りが早い。な、はいはい、ボボボボとね。大切に自然と共存しながらね、生きていきたいなと思います。はいはいはい、あ、でも結構生き残んな、結構生き残るなこれ。はい、残った分は私が、はい、ちゃんとね、こうやって処理するからね、地面に生き残ったやつは。一瞬すや。あ、ちなみに何度も言うけど、これは夜狙いじゃないからね。あの一瞬朝まで狙いだからね、うちのあれは。これやるとあいつらが出てこなくなるんですよ、夜明けずにね。あ、もうちょっとだけ取ろう。あ、真面目な性格が
ここめんどくせえから、ぼ。めんどくさいとか棒でね、うん。ああ、一体綺麗になったー。いやー、マングローブというものはね、根が深いんでございますな。よし、これで泥取り放題ということで、ようやく泥取っていきますか。これ泥入れ。よし、ただ泥を掘るだけの。うわ、最高。うわ、最高だわ、これ。あ、やば。あ、そうだ、ぺったんぺったんすごいな。ちゃんと木もね、ほら、木もみんな生きてるから。ね。はい、ぼ。丁寧に扱って、すべてを使い切ってあげる。すべてを使い切るんだ、これ。こうやって。おぉ、やばい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 。な、しばらくこのやべえ音。どうぞ聞いててください、やべえ音を。うーわ、結構たまんな、泥。うーわお。ただこの泥だらけのマングローブの根っていうのはどうすればいいんだろうね、これ。まあまあ、とりあえず、まあ、とりあえずまだ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 すごい量が取れるぞ、これ。まだまだあるんだ。こんなに取れていいの、ペチ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 。こんなにペチペチしちゃっていいんすか、これ。すげえ。なんだこの気持ちいいの、この気持ちいいのは。なんだこれ。うわ、いっぱい止まったわ。もうちょっとだけ、もうちょっとだけ。もう一箱いくか。預けて、はいはいはい、あばいあばい。さあ、というわけでまだまだやっていこうと思います。お、熱帯魚もいいんだね、ここの辺のエリアね。行ってみてえな、なんかマングローブのね。え、沖縄か。沖縄に行けばあるんけな。ガチのこうマングローブのなんか川沿いでなんか行ったりするやつあるじゃんね。お、見たことないんだよ、実写版。見てみたくなるよね。沖縄あったよね、なんかそんな類のやつね。さあ、というわけで次こっちの方に、手をつけて。いや、いくらでもあるぞ、本当に。手をつけていきましょうか。うわー、ここもいっぱいだ。まあ、良質なね、ただの燃やす人じゃないからね、ほら、うん、ただ燃やしてるだけの人じゃないからね。あっ、バチ。あ、バチ、あ、バチ、あ、バチ。燃えろよ燃えろよ、炎よ燃えろーと。真面目に木材も取ってくぞーと。木材も取ってくぞー。燃やすところは燃やしてく。さあ、というわけで早速この辺り行きたいなと思います。もうちょっと燃やしとくか、はい、もうちょっと。よし、はい、というわけで、削ってまいりまーす。1個感じたの、思ったよりこれがあるな、この根っこが混ざった泥ね。これの使い道をちょっと研究せねばいかんのかもわからんな。おー、結構綺麗になった。まだまだまだパンパンにできてないけ。わお、もうちょいや。はい、ここら辺もちゃんと綺麗にして。ライターみたいになっちゃってんの。燃えないんけ。どうなんやろあれ、ほっといておこうか。ライターみたいね、ずっと燃え続けるんかな。はい、回収いたします。よし、んなら最後もね、どんどん削っていこう。ほんでヘルニアさん、あ、これちょっと前のやつ、ゴールデンウィーク前に陽性になってしまったということでね、本当にお気をつけくださいとね。この夏も大変だね、本当にね。いやー、皆さん、なった時はね、もう本当にね、もうまあ気をつけ、みんなもう気をつけてると思うからさ、ある程度はね。うん、なってしまった時ね、ちゃんとお病院かかるようにね、してくださいね。頭痛とかすごいってね。だからそこら辺の薬回りとかね、しっかりと、準備しておくことで、準備しておくのは違う、なった時にちゃんとね、頼るとこ頼ってね、やるということでね、最大限リスクをね、下げていただけると幸いでございます。はい、あとここをもう買ったらもうこんでいっぱい溜まるかな。こんで泥たまれと。ただこんだけ泥を削っても多分麦がない。いや、麦の生産力を上げんだからな、アメリカン式麦生産。あっ、
こをちょっと改造する必要性が出てくるのかもわからんね。これだけでね、なんかサック作ったりとか、とりあえずあの麦生産所はこれをねふんだんに使って、なんかね仕切りなり作っていこうかと思います。こんで、とりあえずいっぱいになりました。さあというわけで本日こんなとこで終わりましょう。ね、いっぱい泥が溜まってね、ちょっとこっちの方、いやかっかっこいいよ。でこの麦と合わせることで固めた泥が固めた泥になり、でこれがね泥レンガになりということでね、はい、これでいろんなものがまた作れるようになるということでございますわ。いやー建築のはかどる。というわけで本日はこんなところで、終わります。まずもしかするとこれでなんかいいもんできるかもわからんから、またアドバイスあったらねまたよろしくお願いします。というわけでまたお会いいたしましょう。バイバイ。